ピーター・ジェームス・クラウチは、イングランド、チェシャー州、マクルズ・フィールド出身の元サッカー選手。ポジションはフォワード。リバプール時代のクラウチとテナム・ホットスパー FC で、プロデビューを飾るが、デビューしてからの数年間は、ほぼ毎シーズン、移籍を繰り返してきた。結果を残せずにいた中、2004から2005シーズンに移籍したサウサンプトン FC で、レギュラーに定着。 存在感を見せたが、クラブの成績は振るわず、降格を阻止することはできなかった。しかし、ここでの活躍が、リバプール FC のラファエル・ベニテス監督の目に留まり、リバプールへ移籍することになった。UEFA チャンピオンズリーグ2006から07では6得点を挙げ、得点を争いでは、AC ミランのカカに次いで、チェルシー FC のディディエドログバラと共に2位となり、 チームの準優勝に貢献。また、2006から2007シーズンは、リバプールでの得点王となった。2007から2008シーズンはアトレティコ・マドリードから、フェルナンド・トーレスの加入もあり、出場機会が減少した。出場時間が短いことから、ユベントス FC や、マンチェスター・シティ FC への移籍も噂されたが、ベニティス監督は重要なバックアッパーだとして、 放出しない考えを示した。しかし2008年7月12日、1100万ポンドでのポーツマス FC への移籍が決定した。ポーツマスでは38試合すべてに出場して11得点を記録。活躍が評価されて2009年7月28日には、デビュークラブであるトッペナムへ900万ポンドで移籍が発表された。実に9年ぶりの復帰であった。 2011年8月31日、ウィルソン・パラシオスと共にストークシティ FC に移籍した。2015、2016シーズンはノーゴールに終わる。2016年8月23日のエフルカップのステビネージとの試合でハットトリックを決めた。2016、17シーズンは中場ヒューズ監督の構想外になっていたが、18節のリバプールとの 試合でいいプレーを見せると、プレミアリーグ19説からは3試合連続ゴールを決めた。2017年1月には、ストークとの契約を2018年夏まで延長した。2017年2月1日に行われた、プレミアリーグ第23説のエバートン戦にて、プレミアリーグ通算100ゴールを達成した。また、ゴール1 0年ぶりにロボットダンスを披露した。 5月21日のサウスアンプトン戦において史上初となるヘディングゴールでのプレミアリーグ通算50得点を決めた。2019年1月31日、バーンリー FC にシーズン終了までの契約で完全一席。2019年7月現役引退を表明したイングランド代表においてとても線が細いことがわかる。 1999年 FIFA フフワールドユース選手権では、イングランドユース代表に選ばれた。グループリーグの日本戦でも途中出場しており、衛星中継を通して、日本のサッカーファンにず抜けた調子を披露している。2005年5月31日のコロンビア代表戦で、イングランド代表デビューを果たすと2006年、ドイツワールドカップのメンバーに選ばれ3試合に出場。 トリニダードとバコ戦では一得点を記録した2010年のワールドカップ南アフリカ大会出場ありがとうございます。